それでは撮影許可いただいたんで行きます。どうも、おやっとさーです。リエケンです。今回は知覧で50年以上もの間地域の食堂として愛される港橋食堂さんをご紹介します。老舗の大衆食堂でめちゃくちゃうまい特製ラーメンをいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。はい、どうも、おやっとさーです。今私はですね、指宿方面から知覧の方に向いて、国県道222号線を走ってます。今からですね、ちょっと、突然な感じなんですけども、港橋食堂さんの方でちょっと撮影させてもらえないかなと思って向かってます。全くアポイント取らずにの突撃アポイントからのそのまま撮影みたいな流れなんですけど、どうかな、撮影許可いただけるかどうかが問題なんですけども、まあ行ってみます。なんか昔ながらの食堂みたいな感じで、すごくなんか評判も良くて、美味しそうなラーメンもね、Google の口コミの写真でも出てました。はい、本当にどんな感じのラーメンかな、楽しみです。昔ながらの鹿児島ラーメンなんでしょうか。それでは気をつけて行ってきます。さあ、ですね、知覧の街中に入ってきました。あと400メートルぐらいで着くのかな。メシア違うな、400メートルかな。港橋食堂さん、この辺だぞ。車少なめですね。はい、着きました。ちょっとですね、撮影していいかどうかのポイントだけ取り行こうと思うんですけども、バイクを止める場所がちょっと、ここも駐車場ですね。とりあえずバイクを、よいしょ、この辺に置いてみようかな。よし、ちょっとよろしいですか。インターネットの動画撮影しながらラーメン食べてるんですけども、はい、すいません、YouTube のラーメン食べながら撮影してるもんなんですけども、はい、店内で食べながら撮影しても大丈夫でしょうか。入江と言います。今からそんなにご迷惑をかけることないと思うので、はい、お客さんも映らないようにしますので、はい、食べる、中も全部取るの？あ、取らないです。自分が食べてるところです。いいですよ。はい、ありがとうございます。よかった。じゃあ荷物ちょっと取ってきます。ありがとうございます。撮影 OK。 よし、南薩縦貫道知覧金山水車インターから車で5分くらいのとこにあります南九州市知覧町港橋食堂さんにお邪魔します。よし、失礼
それでは撮影許可いただいたんで行ってきます。よろしくお願いします。こちらが港橋食堂さんのメニューになります。定食メニュー、ラーメンメニュー、カレーメニューなどがあります。今回この中からホタルラーメンをオーダーしました。こちらが港橋食堂さんのお漬物になります。美味しいカリカリ食感のお漬物をいただきながらラーメンが来るのを待っていると、はい、着丼です。いただきますということで、まずはスープから。うわ、このスープうまい。旨味たっぷりのスープはあっさりでコクのあるうまいスープ。スープのベースは豚骨、鶏ガラの豚骨多め。しっかり丁寧に炊き出されたスープは返しとのバランスがよく、どこか懐かしい感じがするめちゃくちゃうまいスープ。もう一度レンゲを差し込み、そのうまさを確認します。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は中太ストレート麺。いや、この麺がうまい。ちょうどいいコシともっちり食感。麺とスープとの相性がよく、しっかりスープを持ち上げ口まで運ぶと、温かみのあるうまいスープと麺が一体となって、うまみが口の中に広がります。また食べ進めていくと、ネギが麺にも絡みつき、麺のもっちり感とシャキシャキ食感が一緒に味わえてめちゃくちゃうまい。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープをすすっていき、この港食堂さんのラーメンのスープめちゃくちゃうまいよねっていうことを確認したとは、はい、チャーシュー。いや、このチャーシューもうまい。細かくカットされたチャーシューは肉質と脂身のバランスのいいチャーシュー。塩加減もよく、もう一口パクリといただいた後は、そんなチャーシュー、きくらげ、もやしを箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、チャーシューの旨味、もやしのちょうどいいシャキシャキ感、きくらげとのコリコリ感が三味一体となって、これがまたうまし。てなわけで、中盤から終盤に差し掛かってもこのうまさにハマりながら、じゃんじゃんバリバリ麺をすすっていけば、さらにうまみが口の中にじわじわとどんどんと広がっていき、惜しみながらも最後の一口の麺をずるずるとすすった後は、しっかりスープに浸したこちらのゆで卵を一口でパクリといただきます。いや、これ素朴な感じのゆで卵ですが、スープと一緒に食べると最高にうまい。さあ、最後はスープを飲み干していきます。そんな港橋食堂さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日も美味しくスープを飲み干し、会員完食です。あっさりで最後までしっかりスープも飲み干せるうまい一杯でした。わっつ、うまかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最初ちょっと教えてもらっていいですか。その普段出されてるこの定番のラーメンとホタルラーメンの違いってどんなところなんですか。違いは、まあ、スープも一緒なんですけどね、はい、まあ、ホタルはホタルの映画ができた時に、はいはいはい、20年くらい前に、はい、その時に8年、8年、あ、ホタルラーメンっていうのを飲食店みんなで始めたっていうことなんですね。飲食店ではホタルラーメンはうちだけ、ホタルの焼酎とか、あ、ホタルの頭を取った料理をこの商店街でやろうみたいな感じで、料理とか、お菓子屋さんで、うん、はい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 、いっぱいそうですよ。
うん、知ってます、知ってます、はい、僕は見てないけど、母が見に行ってました目的でこう商店街で、まあちょっと味玉で、あ、ゆで卵で、あのチャーシュー多めっていうことでっていう感じで、まあ、作られたっていう、開発されたっていうことなんですね。ちなみにお店はどれぐらいですか今、うん、うちは初めてもの58で、うわすげえ。ここ僕は住んで45年、うわそれもすごいわ。結構行って45年だから。そうなんですか。創業はね、はい、40年、結構じゃあこの辺南九州市じゃ結構一番古いのかな、ですよね、すごい。後付け大学、冒険社会大学。誰か違うね、もうどこかの人が弟子入りしてくれればね。地元しか多いから。ああ、常連さんが多くてっていう感じなんですね。ああ、なるほど。時間食べてくるから。町の食堂ですね。あ、そうですか、わかりました。カレーもなんか評判みたいで、カレーを食べるよね。スープはこのラーメンのスープを、カレーはもうすぐラコチだから。あ、そうなんですか。レシピは違いだから家で食べてたのをこう食べて、わかりました。はい、美味しかったです。ありがとうございました。お世話になりました。大将ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。美味しかったです。ありがとうございます。よっ、あ、めちゃうまかった。やば、港町食堂さん、めちゃうま。さあ、今日はこの辺で帰ります。さあ帰りましょう。いやー、港橋食堂さんのラーメンめちゃうま。直線です。いや本当にね、なんか本当昔ながらの鹿児島ラーメンっていう感じですよね。あっさりしながら本当すごいコクのあるラーメンで、でかつしっかりうまみもあって、で麺も中太麺、もっちりしててね、めちゃめちゃうまかった。そしてどんどん食べていくとね、この少しこう味がちょっとずつ濃くなってくるんだよな。そして紅生姜トッピングされた紅生姜ももうなんか最後らへんも紅生姜の風味とか酸味とかもしてきて、どんどん食べやすくなっていくっていう感じがします。いや本当うまくて、近くあったら通いたいぐらい美味しいと思った。あとカレーよ、カレーめっちゃ気になる、あそこのカレー、誰か、視聴者さんでねカレー食べたことある人はコメント欄に、港橋食堂さんのカレーの感想でも書いていただければ嬉しいです。いや本当ね、今度ね家族で遊び来た時はラーメンじゃなくてカレー食ってみよう、マジで。お母さんが作るカレーちょっと食ってみたいな、本当に。はい、ということで本日はこれで撮影終わりということで、気をつけて帰りたいと思います。